どうも高井です。なぜ9割の人は時間がない、仕事に追われて生きづらいと感じてしまうのかについて話したいんですけど、世の中の9割と言わず 99% の人は労働者ですよね。だから1ヶ月必死に働いて、製品は製品を作って、サービスはサービスを売って、その対価として経営者の人たちからお金、お給料をもらっているわけじゃないですか。だからその状況に慣れている、もしくはその状況が当たり前だと思っているっていう人ほど、おそらくあまり搾取されている自覚がない。だけどあんた自身は搾取されているという不満があるからこそここでクリックしたわけではないですか。だから経営者の人たちの思考というのを理解しておく必要があるんじゃないかなと私は思うので、これで動画を上げてるんですけど、経営者の人たちというのは人から時間を買って自分自身の時間を作ってるんですよね。だから時間を買って自由になるという選択をしてるわけです。こうやって時間を買うことによって、どん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 時間を味方につけていくことになるので、でも時間を売っている限り労働者としてしか働けないんですよ。だからこそまずは本を読んで考えるという、自分自身の付加価値を上げていくっていうことから始めていかないと、あなた自身は一生貧乏なままなので、これから付加価値を上げていきましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。